こんにちは。今日はダイソーさんのメランジ作品第2弾ということで、棒針編みでスヌードを編んでみようと思います。で、今回もね、試作なしで編んでいこうかなと思うんですけど、今考えているのがどんな形かっていうのを説明しておくと、まずね、ここから作り目を編んで、140センチの長さのこんな長い長方形を編んで、で、最初と最後をつないで、こう二重に巻くタイプのスヌードにしようと思っていて、で、結構140センチっていうとね、長いので、私自身が飽きてきちゃうかなっていうのもあるので、半分のね、70センチぐらいのところで編み方を変えてみようかなと思っています。簡単な編み方にしようと思っているんですけど、まずはね、早速編みながら説明していきます。使用するのは15号針、撮影の都合上輪針を使うんですけど、もちろんこういう2本の棒針でも編むことができます。で、私と同じように輪針を使われる方には60センチ以上のものが必要です。あとハサミととじ針と、こういう編み物専用のマーカーがあると便利です。そして使用する毛糸はメランジで、カラーナンバーが310のナチュラルベージュ。まずは糸端から7、80センチのところから作り目を編みます。指でかける作り目のやり方は以前動画で紹介しているので、ちょっとゆっくり見たいという方はそちらを参考にしてください。15号針に1、2、3、数えながら作り目を27目編んでいきます。作り目が27目編めました。そしたらこのね、輪針を使って往復編みで編んでいくんですけど、作り目を1段目と数えるので、続いて2段目を編みます。裏目と表目を3目ずつ順番に編んでいきます。2段目なので偶数段ですね。まず1目目は糸を手前にして、このように針を入れて裏目を1目、そしたら次の目も裏目、もう一度裏目、裏目が3目編めたら、今度は糸を向こう側にして表目を3目編みます。1目、2目、3目。次は裏目なので糸を手前にして、1目、2目、3目。そしたらまた表目を3目。これを最後の目まで繰り返します。で、最後は裏目を3目。これで2段目が編めました。そしたら次は3段目。奇数段はすごく簡単で、全部表目で編みます。この目もね、表目で、ちょっと針が入れにくいかもしれないんですけど、同じように表目を編みます。これで3段目、奇数段が編めました。まだね、ちょっとどんな模様かっていうのがあんまりわからないんですけど、ここからしばらくこの偶数段の編み方と奇数段の編み方を繰り返していきます。
なので次は4段目偶数段ですね。2段目の時と同じように裏目から始まって3目ずつ交互に編んでいくんですけど、ここでね結構うっかり間違いやすいと思うので、パッとね目視でわかるように交互に編んでいく段にマーカーをつけておくと間違いにくいかなと思うので、偶数段を編む時はこのマーカーが見えているので気をつけて編む段で、で逆にね何もない方はねただひたすら表目を編むだけなんだなっていうのを目視でわかるようにしておきます。ということで4段目は偶数段なので裏目から始まって3目ずつ交互に編んでいきます。これで4段目が編めました。そしたら5段目奇数段、全部表目で編む段ですね。マーカーがないのでもうひたすら表目を編んでいきます。これで5段目が編めました。ちょっと模様がはっきりしてきましたよね。ゴム編みともねまた違う模様です。なのでこうキュッとなるんじゃなくてこう平たい感じになるので厚みはそんなにないですね。とにかくね長さを作っていきたいので偶数段の編み方と奇数段の編み方、これをねひたすら順番に編んで高さを作っていきます。しばらく編み進めてきて今長さが約38センチ。で最初にお伝えしていた通り70センチぐらいのところまで同じ編み方で編み進めていくんですけど、今回はねここまでにしておいて70センチのところまで編んでからまた続きを後日動画で紹介しようかなと思います。こういう形で縦に流れる模様なんですけど、このまままっすぐ編んでマフラーにしてもいいと思います。でマフラーにしてもスヌードにしても毛糸はおそらく3玉か多くても4玉でできると思うんですけど、またはっきり分かった時点で概要欄に記載しておきますね。そして最近毛糸のピエロさんで増税前最後の毛糸のお買い物をしたので、次回はこれを開封して紹介します。ピエロさんで買う糸は結構リピート品が多いんですけど、今回はね全て初めて購入した糸なので開ける前からねすごいドキドキしてるんですけど、落ち着いて今から開封動画を撮影するのでよかったらこちらも見に来てください。ということで今回は以上です。ありがとうございました。